年が増えるたびに痩せにくい、太りやすくなってきている、そういった方は今回のエクササイズがおすすめです。大きな筋肉を使うことももちろん大切なんですけども、実は背中を使うことが大切なんです。女性は背中が気になりますよね。男性は意外と背中が気にならないかもしれません。ですが男性も痩せにくい人は今回のエクササイズをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、背中を使うエクササイズを紹介するんですけども、簡単にできるメニューになってます。あまり背中を使ってない人にとってはまあまあいい運動になります。背中を使うメリットとしては、肩甲骨の間に褐色脂肪細胞という組織があるんです。ここの組織は年々と弱ってくるんですね。褐色脂肪細胞というのは活性化させることによって脂肪を燃焼させるスピードが上がりますから、弱ってくるということは脂肪が減りにくくなっているということです。大きい筋肉の方がメリットがあるように感じますが、背中をしっかり使うことで痩せる体質が作れます。今回おすすめなメニューはマニュアルレジスタンスローイングというメニューになります。一緒にやってみましょう。それでは紹介します。はい、やり方はとっても簡単です。座ったままで手を組みます。指を引っ掛けて引っ張り合いこします。で、脇を締めます。この状態で体をこのように振ります。後ろに引くときにしっかり前の手で引っ張られないように力を入れ合いこしながら体を振ります。これで肩甲骨周りを鍛えることができます。これを一緒にやっていきましょう。簡単のように思いますが、しっかり力を入れて引っ張ることで背中をしっかり鍛えることができて、褐色脂肪細胞、痩せ細胞を活性化させることができます。いきましょう。30秒、スタート。しっかり引っ張ってください。やっていくにつれて背中がね、少しだるくなってくる感じがあれば、ちゃんとできてます。体ごと回さないように、胸張って正面向けて体を回します。呼吸は気にしなくてもいいです。だんだんとね、疲れてきますから。よし、 OK。 次はうつ伏せです。体が持ち上げられる方は持ち上げたまま、親指を上向けてしっかり肘を引きます。体上げとくの辛いよって方は寝た状態でもいいです。30秒動かしていきましょう。スタート。しっかりね、脇を締めてください。あんまり肩がね、上がらないように、肩甲骨をね、寄せる感じです。あまり効いてるか分かんないよって方もね、とりあえず続けてください。筋肉が疲れてくると分かってきます。グッと引きます。グッ、はい、 OK。 はい、2セット目の体を回していきます。いきましょう。スタート。同じように引っ張りながら、たまに手をひっくり返してもいいです。肩は上がらないように落としたまま、しっかりね、体は正面向けて腕を振る感じです。痛いよって方はね、引っ張る力軽くしてもね、しっかり効きますんで、体を回してください。あ、肩甲骨がねだるい。 OK。 今度はさっきやった分立ったままいきます。親指を後ろに向けて、できれば耳よりも少し腕を後ろに回して下に引っ張る感じです。いきましょう。スタート。しっかりね、背骨を広背筋で挟む感じです。腕はできるだけ耳より後ろ。少し肩がだるいよって方はね、手を早くかけてください。下ろすのはゆっくり。よし、 OK。 はい、ラスト3セット目の体回します。スタート。これもね、肩甲骨がね、だんだん疲れてくるとすでにね、もうだるいと思います。これでね、褐色脂肪細胞もね、活性化されて体ポカポカ、痩せ体質を作ることがね、できます。しっかり胸張って
脇は締めて小さく体を回す感じです。はい、 OK、 ラスト体を起こして引っ張ります。スタート。これもね、肩だるいよって方は早く手を伸ばして引くのはゆっくり、ゆっくり腕を上げるときにね、肩がだるくなるんで、もう勢いよくね、手を上げて引くのはゆっくり、ぐーっと肩甲骨をして、しっかり背中を使っていきましょう。 OK、 あー肩がだるい。お疲れ様でした。今のね、30秒、しっかり3セット行ってます。背中周りが熱い感じがするとかね、胸を張れた感じがする、そういったことが感じられると背中がしっかり寄せられて背中周りの筋肉を使えた証拠です。背中の肉が気になるよ、姿勢が悪いよ、痩せにくいよって方は背中をしっかり鍛えるメニューを行ってみてください。頑張ってやってみた方、継続してやった方、コメントをしっかり使ってもらって情報を共有していきましょう。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。